サンジョルジョは、イタリア海軍のサンジョルジョ級教習擁陸艦一番艦。艦名は、セイゲオルギウスのイタリア語読みに由来し、この名を受け継いだ、イタリア軍艦としては三代目にあたる。サンジョルジョは、フィンカンティエリリバトリゴソ造船所で建造され1985年5月27日に、寄港、1987年2月21日に、浸水。 1988年2月13日に、就役し、第3海軍艦区に配備される。3番艦、L989430 ストが就役する1994年までは、士官学校の練習艦任務を務め、1999年に、水陸両用船部隊司令部に配備される。1992年12月から、 l 9 8 9 3マルコ及びサンマルコ連隊と共にソマリアへの人道支援のために派遣される。1993年に艦隊が編成されたが、その編成は次の通り。サンマルコ連隊第24海軍グループ第25海軍グループアイビス2号任務という正式な指令をもとにソマリアに派遣される。 1995年1月11日から3月23日にかけて再度艦隊が編成された。第26海軍グループアイビス3号任務と命名された作戦はソマリアから国連平和維持軍の撤退を支援した。1999年から2000年にかけて近代化改修工事が実施され、これにより艦首の62口径 76mm 砲を 撤去し、甲板を延長。左限中央部付近にあった、上陸用、終堤2隻分のクレーンを撤去して、終堤用格納庫を張り出すように拡大し、合わせて、甲板も拡大する。これにより、甲板全部と後部に、大型ヘリコプターが1機ずつ、艦中央部に中型ヘリコプターが2機、合計4機分の発着艦スペースが確保される。2006年夏に、 レバノンベイルートから避難する民間人をキプロスとラルナカまで輸送する任務に投入された。艦隊の内訳は次の通り。イタリア海軍避難民救援のため外務省の依頼に基づき、レバノンに展開するイタリア赤十字社、世界食糧計画を支援すべくサンマルコ連隊及びラグーン連隊をティルスに上陸させ避難民に食料、医薬品が提供される。 2009年時点の母校は、ブリンディジ海軍基地。ありがとうございます。